急なんですけど、この現象なんか名前ないのみたいな話なんですけど、なんか世間では通常急にやる気がなくなったりする時のことを五月病とか言ったりするじゃないですか。僕思うことがあって、普段やる気ってほぼほぼ出ないじゃないですか。僕ほとんどよっしゃーってなる時ってないんですよ。でも3ヶ月にたった1日ぐらい凄まじくポジティブな日ってないですか。あの日が毎日続けばいいのになとか僕は思ってるんですけど、これ僕だけかなと思ってたんですけど、意外とね、会った人に聞くと多いんですよ。ちょっと皆さん共感できる方教えてください。そう考えると本当人体って不完全よね。クソやな。沢村賞から新たなお知らせです。皆さんが送ってくださった怖い話は2500件となりました。ご協力ありがとうございました。これをもとに8月23日から25日、当チャンネルでは夜間怖い話生放送を行います。ぜひチャンネルをご覧ください。以上、ニューワールドオーダームーンショット計画沢村賞からのお知らせでした。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、そんな今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来てました。タックさん、こんにちは。くっちゃ、私は小さい頃から人に似すぎてるロボットやアニメのキャラクター、動物などに対して強い恐怖心のようなものを抱き続けてきました。すごいな。それがどうしてなのか分かりませんが、22歳になった今でも感じてしまいます。ある時、友達にこの現象のことを相談してみたところ、それ不気味の谷現象だよと言われました。全く知らない現象だったのですが、ネットで調べてみると、私と同じ体験をした人が複数人いて驚きました。とても興味深い内容でしたので、不気味の顔でおなじみ沢村さん、調べてくださいということなんですけど、まあ、誰が不気味の顔やねん。ただこちらリクエストありがとうございます。はい、ところは不気味の谷現象なんですけど、中にはこのリスニーさんのように体験したこともあるよなんてこともいると思うんですけど、僕も最近ねこれ言われたんですよ。でも直近このチャンネルでも似たようなことが起きたんですよ。もう数週間前にはなるんですけど、動画の中で、あれなんかいつもよりちょっと見にくいとか、画面で内容が全然入ってこないっていうのがあったんですよ。っていうのもこれちょっと編集をね、週に一度の動画、長い動画変えてみたんですよ。だからなんかこれがすごく気持ち悪いってご指摘があって、すぐに軌道修正したっていうね、例の件なんですけど、しれっと始まってしれっとやめたやつなんですけど、こういう似たようなことが起こってたのかなと思うんですよ。で、まあそんな現象にまんまと引っかかるお前らもどうなんだって思ったりは一切してないですよ、もちろん。というのもこの不気味の谷現象っていうのも実際にありまして、見た目があまりにも人間に似すぎてる人型のロボットとか、あとは AI によって生成された人間に似すぎてる写真とか、こういったいわゆる高度に人工的な存在を見た時に、気持ち悪いとか無理無理とか、そういう風に感じてしまう。そういう不気味さとか不快感をあえて言語化したものなんですけど、だから人を見ても別に気持ち悪いとはなんないですよ。まあなる人もいると思うんですけど、で人に似た人工物っていうところが大事なんですよね。でもこの概念ってあくまでも一つの仮説として、半世紀前から存在してて、じゃあなんで起きるのかと、科学者たちの間では何かの病を避けようとして無意識に人間の本能が働いてるからとかね、あと生まれつき人が持ってる人間性とか自立性が失われると思って、その結果この正体が確定できないものに対して恐怖を感じてるからではないかといった、ね、そういったやんわりとした意見はあって議論が行われてるんですけど、あくまでも説の一つであって、未だにはっきりとした原因は分かっていません。ちょっと言うか悩んだんですけど、このタイミングで蚊に座りましたね、手を。かい。じゃあちょっとこれいつぐらいからあるのかとか、なんでこの名前が付けられたのかっていうね、ちょっと現状言われてる原因について話すんですけど、まずこの不気味の谷現象っていうのは、毎年開催されて NHK で放送されてる全国高等専門学校ロボットコンテストっていうねものがあるんですけど、この創始者でありロボット工学の世界的パイオニアの現東京工業大学名誉教授の森正弘氏という方が1970年にエッセイに記した論説でして、人は自分に似た外見とか形、動作をするロボットを見た時に、それが人間らしくなるにつれて好感とか共感を覚えるんですけど、だんだん似ていく過程で、ある時点を境にですね、首の振り方とか瞬きのスピード、顔の筋肉の動きといった些細な違いがより鮮明になると、なぜかめちゃくちゃ嫌悪感を抱くという、こういった現象があるということで、まあなんか分かりやすい図みたいなありましたよね。ここのラインからが気持ち悪いみたいな。じゃあその過程のどこでね、最初は好感があったわけですよ。急に、ね、嫌悪になるんですよね。蛙化現象みたいなことを感じるんですけど、また合わせてちょっと面白いのが、さらにそれよりも鮮明になって、ロボットと人間の見分けがつかなくなるとどうなるのかっていうことなんですけど、また親近感が湧くらしいんですよ。これ不思議ですよね。だから似すぎる直前まで不気味さがどんどん増していくってやつなんですけど、っていうのもこれもまた人すごいなって話なんですけど、これ人の知覚なんですよね。この絶妙な境目っていうのを強く感じる傾向があると言われてて、この感覚ってなんかいまいちねピンとこないと思うんですけど、例えば人間と非人間の模擬人間に対する親和度のグラフがあったとしましょう。これも意味わからんけど、ね、人間とそうじゃない人間の模擬人間に対する
新ワードのグラフっていうのがよく例えで使われてて、ロボットが人間に似ている度合い、0がより機械的で100がリアルに近いとして、でこの形態類似度っていうのを横軸に人間の感情的反応を縦軸にとってグラフを書いたら、まず最初の段階としては似ている度合いが高まると次第に好感度もやっぱ上がるんですよ。すなわち右肩上がりなんですけど、ただ似ている度合いがグラフの一番右側、完璧な外見の100に近づく少し手前で急激に落ち込む部分があって、これが逆に強い嫌悪感を感じてしまうゾーンなんですよね。で最後再びまたグラフ上がって一気に最高値まで行くんですけど、この急な落ち込みのちょうど谷間のようにへこんで表されることから不気味の谷と呼ばれるんですね。じゃあちょっと例えばですけど、身近にあるものでいくと、機械的な見た目をしてるあの人間型ロボットのアシュモってあるじゃないですか。ダンスしたりとかね、あの可愛いんですけど、このロボットが働く世界初のホテルとしてギネス認定されたのが変なホテルのフロント、この受付ロボットなんですけど、口だけ微笑んでいて目を見開いたまま口とか体が動いて瞬きをするんですよ。これだとアシュモよりかはかなりリアルなんですけど、機械的な部分も多少あるから違和感を感じるとか、あとロボット以外だとコスプレとかイベントとかに登場する美少女キャラの着ぐるみもそうで、いわゆる2次元の画面上でしか見てなかったキャラクターを無理やり3次元の世界に落とし込んで、その過程において気持ち悪いというね拒否反応が出てしまうんですけど、現実世界ではありえないぐらい大きな目をしてたりとか、口とか鼻が目視できない異様に小さかったりするんで、そこで生まれる仮想世界とのギャップがそのまま違和感になっているという説があります。これに付随して数十年前ですと CG アニメ映画の世界でもあまりにも精巧で人間的なものだとかえって観客に好まれなかったそうでして、わざと解像度を下げたりとかフォルムを単純化していたそうです。これ新しい僕が動画作る前に知りたかったですね。あとは映画業界でいくと2001年に公開された世界初のフル 3DCG による SF 映画っていうのが、これあのファイナルファンタジーなんですよ。これあのキャラクターが全く汗かかなくて目と唇が結構不自然な動きをしていたっていうので、なんか違和感あるよねって感じた人も現れたらしくて、結果この映画の興行成績というのが不振に終わったんですよね。この時に不気味の谷現象というのが一般的に認知され始めた頃なんですけど、そのきっかけを作ったのがこの作品だとかも言われてます。特にこの今よりもね CG アニメーションというのはこの当時は発達してなかったっていうのもあって、そういった背景も関係してると思うんですけど、僕が現状言われているものでね面白いなと思った論文がですね、2001年の学術誌ジャーナルオブビジョンっていうのがあるんですけど、このロボット工学者のマクドーマン氏と認知心理学者のアレックス・ディール氏という方がいるんですけど、この方が書いた論文によると、目とか鼻とかの顔のパーツの位置や大きさに対する感受性によって引き起こされる全体処理説、あと本物のような目に本物らしくない肌を合わせるといった不自然な組み合わせを見ると違和感を覚える知覚的ミスマッチ説があると述べてるんですけど、ちょっと意外と単純で、周囲の環境とかまたミスマッチな刺激とか印象を心に感じると本能的に脅威だと判断してそれを解消するんですよ。例えばですけど、青色の食べ物って食欲わかないとかそういうのもあるのかな、それってなんかね病気ではないかとか感染すると危険なのではないかみたいな、そういった気分になるんですね。結果こういった受動的な反応によって不快になっているということなんですけど、これもただあくまでも可能性です。逆にこれを応用したというかね、よくしたものがあって、人間が嫌がるんだったら動物にも有効じゃないかっつって、数年前に不気味の谷現象を応用したロボットカカシを開発して鳥獣被害を防止するというプロジェクトが行われて、言ってしまえばこれ動物版のリアルすぎないちょっと変な動きをするロボットなんですけど、これ結構ね効果あったんですよ。ただ蓋開けてみたら普通にパンチできるんですよがっつり追い払うための機能もついてました。ただなんか最近でもリアルなゲームとか出るんですけど、不気味の谷現象とあんま感じないんですよね。っていうのも映画とかゲームの制作現場でパフォーマンスキャプチャーって言われてる3次元空間で人間の動作とか顔の表情をデジタルデータとして取り込んでアニメーションを利用するっていう技法が今一般化してるんですよ。だからすごいもうよりリアルになってるんで、やっぱ100に近いんだと思うんですよね。これのおかげで不思議な感覚とかなんか違和感を感じる人はすごい減ってきたんじゃないかなと思いますね。これはね誰でも感じたことがある現象かなと思うんですけど、他にもねそういう現象ないのかなと思って調べてきました。知ってるもの多いと思うんですけどね、まずパレイドリア現象ってこと、これはなんか曖昧な図形を見た時本来と違うものに見えるっていうね錯覚現象なんですけど、例えばあのコンセントの方見てください。これじーっと見てもらっていいですか。なんか見えてきません？そう、上の2つの穴が目で、その下の穴が口、口を開けてる人の顔に見えるんですよね。しょうもな、すごい似てる現象でいくとシミュラクラ現象っていうのがあるんですけど、これは顔限定なんですよ。ただこのパレイドリア現象っていうのは視覚以外にも、例えば聴覚の刺激からも普段よく知ってる何かと結びつけてしまうっていうものなんですよ。心霊写真を見た時からね、あこれはここに見えるなとか、その心霊写真って思ってるからそう見えるとか、あと池で泳いでる鯉の頭を正面から見た時に人の顔みたいな模様が見えるとかもあるんですけど、そういうものですね。あと日本人だと満月を見ると月の模様がウサギが餅つきしてるように見えたりとかするんですよ。これは絵本にもなってるね、すごい日本では有名な話ですけど、海外だとね国によると全然見え方違って、中国ではウサギが薬草を引く姿、東ヨーロッパとかアメリカでは横を見つめる女性の姿とか、あと南ヨーロッパではカニに見えてるそうです。カニ？次にデジャブ現象ですね。これはなんか今まで体験したことないのに、あこれここ来たことあるとか見たことあるっていうもので、これ皆さんも絶対経験したことあると思うんですけど、これなんで起きるのかなっていうところなんですけど、これあのテレビとか雑誌とかで一回見てるんですよ。その記憶が蘇って、あこれ来たことあると思ってしまうんですよね。これは類似性認知によるものだとされています。あとはねタキサイキア現象というもの、これスローモーション
モーション体験です。突発的に危機的状況に陥った時、例えば車とぶつかりそうになった時とか、その瞬間だけ世界がスローモーションで展開しているように見えて時間長く感じるという現象で、これ実際に起こってるんですよ。脳がまあ誤作動みたいなことを起こしてて、命の危機を感じた時に時間の視覚的な精度が上がるって言うんですよ。でその視覚から情報をうまく処理できなくて、コマ送りのような映像でしか処理できなくなるんですね。フレームレートが下がってるんですよ。だから実際には視覚にすでに入ってる情報っていうのがゆっくりと再生されてて、まるでスローモーションのように見えると錯覚してるんですね。これを自由に発動できればボクシング最強になれるかもしれませんね。最後はエアー味噌汁なんかやっちゃったりしてね。他にも不思議な現象で僕が好きなのは青木まりこ現象ですね。これ知ってます？トイレに行った時に本読みたくなりません？あ、すいません逆ですわ。本屋に行ったらトイレ行きたくなるってやつですね。これ1985年にこの現象について初めて言った女性の名前がこれ青木まりこさんなんですけど、いろんな説があってね、面白いんですよ。グラビアのカラーページ特有のインクの香りが超刺激する。あと僕が好きなのが紙を手に取るからトイレを連想してるってやつですね。いや他にも紙取るシーンいっぱいあると思うんですけど、ちょっと一例あるかもしれませんね。はい、皆さんが好きな現象あれば教えてくださいということでございます。はい、ということで今日はねリクエストからいろんな現象について紹介しました。皆さんもこの現象なんかたまにあるよねっていうね、その日常のあるあるがあればコメント欄までお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。